今回は BTS の真実について解説するぜ。よろしくお願いするわ。まず最近の BTS の活動休止についてだな。そうね、あれは衝撃だったわ。あれはね、メンバーの疲労がピークに達したからなんだぜ。そうなのね。長年トップアイドルとして走り続けてきたから、そりゃ疲れるよな。確かにそうね。それに韓国の芸能界は日本よりも厳しい面があるんだ。厳しいってどういうこと？例えば練習生時代とかデビュー後も常に競争があるんだぜ。なるほど、常に競争があるのは大変そうね。それだけじゃなく、アイドルは常に完璧を求められるんだ。完璧を求められるって具体的にどんなこと？容姿、歌、ダンス、全てにおいて完璧を求められるんだぜ。そんなプレッシャーの中ずっと頑張り続けてきたんだね。だから今回の活動休止はメンバーにとって必要な決断だったんだ。そうね、ゆっくり休んでほしいわ。それから V のグラミー賞受賞式の行動についてだな。あのことは話題になったわよね。あの行動は V が自分の意見を表明した行動だったんだぜ。意見？どういうこと？ V はグラミー賞の選考基準に疑問を感じていたんだ。選考基準に疑問？ V はグラミー賞は K-POP に対して偏見があると考えているんだぜ。そうなの？ V は K-POP が世界で認められるようにもっと努力を続けたいと考えているんだ。 V の気持ちよくわかるわ。だから V はグラミー賞の授賞式で自分の意見を表明したんだぜ。 V の行動はすごく勇気がいるわね。 V は自分の信念を貫き通したんだ。素晴らしいわね。 V の行動は世界中の K-POP ファンに勇気を与えたんだ。そうね、 K-POP は世界で認められるべきよ。これからもBTS は世界で活躍していくと思うぜ。楽しみね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は BTS の真相について解説するぜ。よろしくお願いするわ。最近ネットで見かけるような BTS の真実とか、あれ結構なデマも混ざってて混乱するんだぜ。そうよね、一体何が本当なのか私もよくわからないわ。まずよく聞くのが BTS は実は零零だったっていう話だな。例えばメンバーが零零だったり、零零が裏の目的だったりとか。そういう噂を耳にするわね。でもそれって本当なの？大部分はデマだぜ。根拠のない噂をもとにさも真実のように広まってるんだ。本当？じゃあ一体どこからそんな噂が出てくるの？一つにはファン同士の争いがあるんだ。特定のメンバーを過度に持ち上げる反面、他のメンバーを貶めるような書き込みをするファンもいるんだぜ。そうね、グループを応援したい気持ちはわかるけど、行き過ぎた行為は良くないわね。そうなんだ。それから中には BTS の成功に嫉妬してわざと嘘の情報を流す人もいる。そんな人がいるなんて悲しいわね。さらに中にはBTS の情報を金儲けに利用しようとする人もいるんだ。どういうこと？例えばデマ情報を流してそれをネタに動画を作ったり記事を書いたりするんだ。そんな人がいるなんて信じられないわ。信じられないだろうけど世の中にはそういう人もいるんだ。だからネットの情報は鵜呑みにしないように気をつけろよ。そうね、情報の真偽を見極めることが大切よね。あとBTS のメンバーが SNS で発信する情報も全てが真実とは限らない。どういうこと？例えばメンバーがプライベートなことをつぶやく場合、それが本当かどうかはわからないんだ。確かにプライベートなことは本人しかわからないものね。だから SNS の情報も鵜呑みにしないように気をつけろよ。わかったわ。結局 BTS の真実は本人たちにしかわからないんだ。そうよね、メンバー自身の言葉に耳を傾けなきゃね。だから噂やデマに惑わされずに冷静に判断することが大切なんだぜ。わかったわ、ありがとう、マリサ。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は BTS の活動休止について解説するぜ。よろしくお願いするわ。最近
BTS が活動休止を発表したよな。そうね、突然の発表でびっくりしたわ。理由はいろいろ言われてるけど、一番大きいのはメンバー間の確執らしいんだ。確盛り、どういうことなの？詳しいことは言えないけど、事務所のマネジメント方法や活動方針で意見が合わなかったみたいだ。事務所のマネジメント、難しい問題ね。それに加えてメンバーそれぞれが個人活動に力を入れていきたいという気持ちもあったんだ。なるほど、みんなそれぞれやりたいことがあるのね。そうだな、特にジンは兵役も控えてるし、ソロ活動にも力を入れていきたいみたいだ。兵役、韓国では男性は兵役義務があるのよね。そうだな、だからジンはグループ活動と兵役、ソロ活動の両立に悩んでいたみたいだ。大変だったわね。メンバーそれぞれが抱える事情は複雑で、なかなか簡単に解決できる問題じゃなかったんだ。そうか。結局メンバー間で話し合った結果、活動休止という結論になったんだよな。活動休止、寂しいわね。でもこれは決して終わりじゃない。そうよね、メンバーはそれぞれ活動休止後もソロ活動やグループ活動を続けていくみたいだ。そうなの、よかったわ。また全員が揃って活動再開する可能性もある。それは嬉しいわね。いずれにしても BTS の未来はまだまだ明るいと思うぜ。そうよね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は BTS の活動休止について解説するぜ。よろしくお願いするわ。最近 BTS の活動休止が話題になってるよな。私も驚いたわ、突然の発表だったし。リンギットがブログで疲れたって吐露したのが休止のきっかけになったみたいだぜ。そうなのね、彼の言葉には重みがあるわよね。グループの活動は相当なプレッシャーと負担があるんだ。確かにそうね、パフォーマンスも完璧だし、世界中を飛び回ってるし。それに彼らも人間だぜ、疲れや悩みを抱えるのは当然だよな。そうよね。でもアムの言葉は彼らにとって休止がどれほど重要な決断だったのかを物語ってるわよね。彼らが休止を選んだのは決してネガティブな理由だけじゃないと思うぜ。どういうこと？メンバーそれぞれが新たな挑戦に備えたいって気持ちがあるんじゃないかな。新たな挑戦、例えばソロ活動とか俳優業とか、それぞれの夢に向かって進んでいきたいって気持ちがあるのかもな。なるほど、各課にメンバーそれぞれがこな才能を持っているわよね。今回の休止は彼らが次のステージへ進むための充電期間だと考えてるぜ。そう考えると休止は決して悲観的な話じゃないのかもね。それに彼らは活動休止後もずっと一緒にいるって宣言してるんだぜ。それは嬉しいわね。彼らはこれからもそれぞれの場所で輝き続けるだろう。そうよね、彼らの未来が楽しみだわ。彼らの活動休止は私たちにとっても大きな変化だけど、彼らを応援していく気持ちは変わらないだろうな。うん、これからも彼らの活躍を期待してるわ。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は BTS の活動休止の理由について解説するぜ。よろしくお願いするわ。まず活動休止の理由としては、メンバー全員が兵役義務を果たすためというのが大きいんだぜ。そうなのね、でも兵役義務はみんなわかってることだし、それだけが理由じゃない気がするわ。確かにそれだけじゃないんだぜ。メンバーそれぞれが音楽活動に対する思いや将来へのビジョンも変わってきたみたいだ。具体的に言うとどんなことなの？例えばジンはソロ活動に意欲的で、ジョングクは音楽以外の分野にも興味を持っているみたいだぜ。なるほど、メンバーそれぞれが新しい道に進みたい気持ちがあるのね。そうだな、それに長年活動を続けてきたことでメンバーは精神的な疲労も感じていたみたいだぜ。それは大変だったわね。さらに韓国のエンタメ業界は競争が激しく、メンバーにかかるプレッシャーも相当なものだったんだぜ。そうよね、常にトップでいなきゃいけないプレッシャーは想像を絶するわ。メンバーは自分たちの限界を感じ、休養が必要だと判断したんだと思うぜ。
休養して、また新たな気持ちで活動できるといいわね。そうだな。メンバーは、活動を休止する間も、各自で音楽活動を続けるみたいだぜ。それは楽しみね。休止は、あくまでも一時的なもので、メンバーは、将来必ず戻ってくると思うぜ。そうよね。また、ブッツの素晴らしい音楽を聴けるのを楽しみにしているわ。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は、BTS の秘密について解説するぜ。よろしくお願いするわ。最近、BTS の MV に隠された数字が話題になってるよな。そうよね、よく数字を見かけるけど、何か意味があるのかしら？実は、あの数字には、深い意味が隠されてるんだぜ。どんな意味なの？例えば、バターの MV では、メンバーが7つの数字を掲げてるシーンがあるだろ？確かに、見覚えがあるわね。あの数字は何を表してるの？あれは、BTS のデビュー日を表してるんだぜ。そうなのね、まさかデビュー日が隠されてたなんて、驚きだわ。他にも、MV の中に、メンバーの誕生日や、アルバムの発売日を表す数字が隠されてるんだ。すごいわね、ファンは、ムブを何度も見て、数字を探してるのかしら？まさに、そういうことだぜ。ファンは、MV の隅々まで分析して、数字の謎を解き明かそうとしてるんだ。ファンってすごいわね、あんなに細かいところまで見てるなんて。それだけ、BTS に対する愛が深いってことだな。確かに、グッズの人気はすごいものがあるわよね。それに、数字の謎解きは、ファン同士の交流にも役立ってるんだぜ。それは面白いわね、数字をめぐって議論したりするのかしら？そうだな。ファン同士で情報交換したり、考察を共有したりしてるんだ。まさに、グッズの数字は、ファンとメンバーをつなぐ架け橋になっているわね。まさに、その通りだぜ。マリサ、ありがとう。グッズの数字について、よくわかったわ。どういたしまして。これからも、グッズのムブは、数字に注目してみてみるわ。そうだな。新しい発見があるかもしれないぜ。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は、BTS のクオズ事件について解説するぜ。よろしくお願いするわ。まず、クオズ事件って知ってるよな？知ってるわよ。ジミンさんとグクが餃子をめぐって言い争った事件よね。そうだな。あれは、実はただの誤解だったんだぜ。誤解なのね。でも、動画で喧嘩してるように見えたわよ。あの動画は、編集で意図的に喧嘩しているように見せかけてるんだぜ。実際は、仲良く餃子を食べてたんだ。そうだったの？じゃあ、なんでそんな動画を作ったの？理由はいくつか考えられるぜ。一つは、視聴者の興味を引くため。もう一つは、グループ内の対立を演出して話題作りをするため。なるほど、そういうことね。でも、なぜわざわざ嘘をつく必要があるの？ K-POP アイドルは、常に完璧なイメージを保つように求められてるんだ。だから、プライベートな部分を隠したり、演出したりする必要があるんだぜ。そうか、完璧なイメージを保つためって難しいわね。それから、もう一つ重要なのは、K-POP 産業の構造だぜ。どういうこと？ K-POP アイドルは、所属事務所に所属していて、事務所が、アイドルの活動すべてを管理しているんだ。事務所がアイドルの活動すべてを管理するのね。事務所は、アイドルの人気を維持するために、様々な戦略を立てて活動させているんだぜ。事務所も大変な仕事ね。だから、クオズ事件のような出来事も、事務所の戦略の一環だった可能性もあるんだ。事務所の戦略？例えば、わざと喧嘩しているように見せることで、ファンを心配させ、アイドルへの関心を高めることができるんだぜ。確かに、ファンは心配するし、アイドルへの関心も高まるわね。事務所は、アイドルの人気を維持するために、様々な戦略を使っているんだ。なるほどね。だから、K-POP アイドルの活動は、すべてが本物ではないことを理解しておく必要があるんだぜ。そうね。アイドルは完璧じゃないんだわ。アイドルも人間なんだぜ。そうよね。クオズ事件は、K-POP アイドルの活動の裏側を垣間見れる事件だったと言えるだろうな。確かに。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は、BTS の真実について解説するぜ。よろしくお願いするわ。まず、BTS ってのは、
2013年にデビューした韓国のアイドルグループだぜ。そうよね、人気グループって聞くわ。で、この BTS、実は様々な噂が流れてるんだぜ。噂？どんな噂なの？例えば、メンバー間の確執とか、事務所とのトラブルとか、軍隊問題とか、いろいろあるんだぜ。え、そんなに？そうなんだぜ。特に多いのが、メンバー間の確執とか、事務所とのトラブルだぜ。どういうこと？メンバー間の確執に関しては、メンバー同士の性格の不一致とか、ソロ活動での待遇の差とか、いろいろ言われてるんだぜ。それは大変ね。事務所とのトラブルに関しては、事務所のマネジメント体制の悪さとか、メンバーに対する報酬の少なさとか、いろいろ言われてるんだぜ。それは大変ね。軍隊問題に関しては、メンバーが兵役義務を果たすために活動休止せざるを得ないこととか、兵役中の待遇の差とか、いろいろ言われてるんだぜ。そうなのね。大変な問題ね。でも、これらの噂の真偽は定かじゃないんだぜ。そうよね。ただ、一つ言えるのは、BTS は世界的な人気を博しているグループで、様々な噂が流れるのも当然だってことだぜ。確かにそうね。だから、これらの噂を鵜呑みにするのではなく、冷静に判断することが重要なんだぜ。なるほどね。そして、BTS のメンバーや事務所関係者、そしてファンの人たちも、それぞれ、いろいろな思いを抱えているはずなんだぜ。そうよね。だから、彼らの気持ちを尊重し、理解し合うことが大切なんだぜ。そうね。結局、BTS は、音楽を通して、世界中の人々に感動を与えているグループなんだぜ。そうよね。これからも彼らの活躍を楽しみにしたいぜ。私もね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は BTS の真実について解説するぜ。よろしくお願いするわ。最近 BTS のメンバーが泣きながら告白したって話題になってるよな。そうよね。一体何があったのかしら。実はメンバーのジュングクークがデビュー前に経験した辛すぎる過去を告白したんだぜ。デビュー前ってまだ若い頃よね。そうだよな。まだ10代だった頃のジュングクークはアイドルになる夢を諦めかけてたんだ。なぜ？何かあったのかしら。ジュングクークは幼い頃からダンスや歌が好きでアイドルになることを夢見てたんだぜ。でも周りの人たちは彼の夢を応援してくれなかったんだ。それは辛いわね。夢を諦めようと思った気持ちもわかるわ。しかもジュングクークは練習生時代に厳しい練習に耐えられずに何度もやめようと思ったんだぜ。練習生時代って本当に大変そうよね。それでもジュングクークは自分の夢を諦めずに努力し続けたんだ。そしてついに BTS としてデビューを果たしたんだぜ。すごいわね。努力の賜物ね。だけどジュングクークはデビュー後も過去の辛い経験をずっと抱え込んでいたんだ。そして最近ついにその過去を告白したんだぜ。だからメンバーも泣いてしまったのね。そうだよな。メンバーもジュングクークの苦労を見てきたからきっと心を痛めていたと思うんだ。ジュングクークの告白を聞いて私も感動したわ。ジュングクークは過去の辛い経験を乗り越えて今世界中で愛されるアイドルになったんだ。彼の努力は本当に素晴らしいと思うぜ。本当に尊敬するわ。ジュングクークの告白は多くのファンに勇気を与えたと思うぜ。そうね。私もジュングクークの努力に励まされたわ。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回はBTS メンバーの恋愛事情について解説するぜ。よろしくお願いするわ。最近さ、BTS メンバーの恋愛話ってよく耳にするよな。そうね。ネットでもよく話題になってるわよね。でも、実際はどうなんだ？本当のことなんて、誰も知らないだろ？確かに、本当のことなんてわからないわよね。だから、今日は、私が真実を暴いてやるぜ。え、本当？教えてほしいわ。まず基本的なところから説明するぜ。アイドルは恋愛禁止ってよく言われるよな。そうね。特に人気グループだとファンは恋愛を許さないって言うし。でも
実際はそんなことはないんだぜ。え？そうなの？アイドルだって人間だぜ。恋愛したい気持ちだって当然あるんだよな。そうよね。ただ恋愛を公表することによってファンを悲しませたりグループに悪影響を及ぼす可能性もあるんだ。なるほど。だから事務所は恋愛を厳しく管理してるんだ。事務所ってアイドルの恋愛を管理してるの？もちろんさ。アイドルが恋愛することでグループのイメージが悪くなったりファンが離れてしまったりする可能性もあるんだぜ。そっか、事務所も大変ね。だからアイドルは恋愛を公表しにくいんだ。でも恋愛禁止って法律じゃないんでしょ？法律じゃないけど事務所のルールなんだぜ。事務所のルール？事務所のルールだから破ったらペナルティがあることもあるんだ。ペナルティ？例えば活動休止とかグループ脱退とかね。そんなことが？だからアイドルは恋愛を公表するのが難しいんだぜ。そっか、でもアイドルも人間なんだもんね。だから BTS メンバーの恋愛噂は本当なのかそれとも噂なのか判断するのは難しいんだ。そうね、噂だけじゃよくわからないわよね。でも一つ言えるのは彼らが恋愛をしても決して責めるべきではないということだ。確かにアイドルだって恋愛したい気持ちはあるわよね。彼らも人間なんだぜ。そうよね。だから彼らの恋愛を尊重する気持ちを持つことが大切なんだ。うん、そうよね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は BTS の休止とテテゼニ破局、そしてジンの母親の噂について解説するぜ。よろしくお願いするわ。まず BTS の休止についてだな。最近話題になってるよね。最近の活動休止発表はメンバーそれぞれの夢を追うためだとか兵役の問題だとかいろいろ言われてるけど、実際はもっと深い理由があるんだぜ。本当？メンバーそれぞれ長年トップアイドルとして走り続けてきたわけだ。そりゃ大変だよね。常に注目を浴び多忙なスケジュールの中、自分たちのやりたいこと表現したいことを追求していくのは容易じゃなかったはずだ。確かに。メンバーそれぞれ心身ともに疲れ果てて自分を見つめ直す時間が必要になったんだろうな。なるほど。そして兵役問題も大きな要因の一つだろうな。兵役？韓国では男性は兵役義務があるんだ。そうよね。メンバーもいずれは兵役に行かなければならない。兵役に行ったらグループ活動はどうなるの？兵役期間中はグループ活動を休止せざるを得ないだろう。そうか。メンバーそれぞれ兵役に行けばグループ活動を休止せざるを得ない状況に。難しい問題よね。兵役に行くメンバーと活動を続けるメンバーとの間で温度差が生じる可能性もある。それは確かに。活動休止はメンバーそれぞれが自分の人生を考え将来について真剣に話し合った結果だろうな。そうか。次にテテジェニの破局についてだな。あれも話題になってるよね。テテジェニの破局報道は根拠のない噂だったんだぜ。そうなの？実際は二人は今も仲良く付き合っているらしいぜ。本当？破局報道が出たのは単なる誤報だったみたいだ。誤報？テテジェニの関係は一部では否定的な意見もあるだろうけど、二人の関係は安定しているらしいぜ。そうか。破局報道に惑わされることなく、二人の関係を応援していこうぜ。うん。最後に、ジンの母親の噂についてだな。ジンの母親？ジンの母親が、かつて、ミスコリアだったという噂があるんだぜ。ミスコリア？ミスコリアは、韓国のミスコンテストのことで、美貌と知性を兼ね備えた女性が選ばれるんだ。へえ、そうなんだ。ジンの母親がミスコリアだったというのは単なる噂話で信憑性は低いぜ。そうか。ジンの母親の美しさは噂レベルではなかったらしいぜ。そうなのね。ジンの母親の美貌はジンの美しさにも受け継がれているみたいだな。確かにジンはイケメンよね。ジンの母親のミスコリアの噂は信憑性がないとしてもジンの母親の美しさを物語っていると言えるだろうな。うん。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。